<laughs> やってる <laughs>。目の前で。さあ、始まりました。夜更かしの歌です。うん、うん。あ、叩かれちゃった <laughs> 違う人だった <laughs>。 <laughs> うん、うん。うん、寝不足。ああ、なんか集中してない感じかいアキラは。ヤモリのことでも考えてんのかなうん。夜更かしい。いや、確かに <laughs>。もう毎日朝寝てる <laughs>。 うん、まあ、この年頃の時は本当寝てた方がいいかもね。体のためにも。成長途中だし。まあ、けど昼にね、ぐっすり寝れるっていうライフスタイルがあるのは問題ない気もするわ。うん、おうえ帰ってきてすぐお風呂はあ、珍しいね。 学生の。歯磨い。はあ、もう寝ちゃう。<laughs> すんごい揺れるやん。うん、胸。<laughs> 目そこにいっちゃう俺バカだな。本当に。いくつになっても。うん、いや、早くね、うん、さあ、来たね。あ、うん、<laughs> またこれか。 ああ、うまいな本当に。いや、この扉出た瞬間が一番あれだよね。解放感というか、解き放たれた感があるだろうね。うん。ー、うん。前回のあれも驚いた。ああ、なすな。うん。すぐに会えたね。うん。うん。ああ 夏なもんあれなのかなやっぱ、心境の変化というか、取られたくないって思いから、ここにいるんじゃない会いやすい場所に。だからやっぱ嫉妬してたんだろう,、うん、うん。いや、てか本当に置いてっちゃったんだ。うん。うん、そうね。うん。 まあけど、その前にすでにマグわイをしているんだけどね。あ、例の3人。あ <laughs> いるいる。もうすぐ。うん。うん。あっちすんのかこれ。<laughs> やっぱり <laughs>。いや、それを見てたの。いやいや、見ないであげようよ、そういうのは。 いや、酒の魚になります。うん。うん。うん。考えてみればそう。うん。うん。なんだろうということは <laughs> そういう感じいやいやいや、気持ちより先にその理論で考えちゃダメなんじゃない いや、されてないでしょ。いや、こんな感じじゃないと思うぞ。ねえ、こうくん。いや、テンション高いけど。<laughs> 来た。もう、来ちゃったよ、なずな。うん、そうだね。えどうしたおかしいぞ、なんか、雰囲気が。 <laughs> 気持ち悪い言われてるポーズ <laughs>。いやいやいや <laughs>、大胆 <laughs>。<laughs> 確かにそうなるんだね <laughs>。お股開いてるみたいなもんだからな。うん。うん、頭。うん。えうん。いや、だから絶対になってないって。 金属化の道はまだ遠いんじゃないか <laughs> だよね <laughs> うん。いやガチガチのガチなら、ね、こんなテンションならないと思う、俺。もっと戸惑ってると思うよ。うん。それ。<laughs> いや軽いって。<laughs> うん。気な、いいな、ドキッとしちゃうな。 いやーなれないでしょう。うん。うん。<laughs> いや、本当にどうでもいいんだね。<laughs> いや、エロいなあ。動きが。うん。 いや、絶対慣れないと思うよ。<laughs> いいね、今の。うん。どうなのよ。変わった感ないんじゃない。い <laughs> やっぱり。<laughs> で、分かってたね、なずなも、うん。だよね。うん。うん。 痛い。痛いよ、痛い。痛いとこ疲れてる。ううん。いやー、なずなの言ってることの方が正しいだろうなう。いやー、これ完全に判定されちゃうのが辛いね。チュース、ここ、吸血されて。 <laughs> これはこれでなずな的にね。<laughs> いやいやいや、こうくん。いや、かわいいな、君も。うん。えあ、そうなの本当にうーん。うん。えどういうこと 友達同士ですって間違ってない <laughs> さあ、来ましたね。うん、誰だあ、らうん、朝になったのか。え、11時半うん。まだ3時間ちょい。うん。あ、だからそのおかげであったのかなこうくんと。前回。 で、また制服で、外に出てきたんだ。うん。こうくん。うん。この制服ってどういうこと <laughs> いや、もうこっから起きたまんま学校行とうってことなの。うん。いや、さすがにこの学校で歩いてたら警察に見つかったら補導されそうだけど。うん。まあ、こうくんにとっては今、昼間みたいな感じだもんね。うん。吸血鬼さん。 うん。あ <laughs>、学校の話。いや、けど、それ、あなたもだよ。<laughs> それ言うって感じ。うん。だよね。そうなる。<laughs> いや、確かに <laughs>。めちゃいるけど、早すぎだって。<laughs> うん。そこな。うん。うん。ほう。 えゲームかあ、やっぱり、いやいやいや、まんまストツじゃないカプコンって出てるし。うん。いや、僕、こういうゲームあれなんだよね。技が出せないんだよね。結局、弱パンチとか強パンチとか、そういうので戦ってる。うん。<laughs> いや、本当にキス、友達にしちゃうんだなうん。 <laughs> いや、そこね。<laughs> うん、うん。あ <laughs> これは。<laughs> しかも、うんって言ったね。<laughs> うん。したこと言っちゃう、うん、もうこれで分かったか。うん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 、応援したい。 うん。<laughs> きつ。<laughs> 言い方きつ。<laughs> いや、気にしてなさそうだけど。<laughs> うん、そうだな。それがすぐわかっちゃうのが辛いね。形として。<laughs> うん。まあ、そこじゃねえよ、と。あ、なにこれ。うん。どういうことうん。 あ選ぶやつかもしかして、うん、<laughs> このゲームのチョイス3人でいるのに、うん、<laughs> いや確かにそうかも、うんうん、正論 <laughs>、うん、え行いかない <laughs> う突っ込んでるね。<laughs> ゲームの中でも。<laughs> 確かに。うん。うん。いやー、その気持ちちょっとわかるかな。うん。<laughs> いやね。<laughs> うん。 うん。<laughs> いやいや、めちゃくちゃ楽しんでるじゃん。結局はね。なんだえ <laughs> 増えるのここでまだ。いや <laughs> そういう細かい突っ込み始めたらな <laughs> 確かに。うん、この子いいじゃん。なんか。 <laughs> 一緒だ。あなたも、<laughs> 父帯にね。うん。うん。いや、父の方が良かったな。わ <laughs> かんないの。<laughs> 確かに。<laughs> うーん。うん。いやー、謎な結構あるよね。おっぱい。いや、そして、アキラもあったな。 めっちゃ揺れてて。うん、<laughs> いや、好きなんだろうな。<laughs> うん。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 もうん。うん。ううん。うう いやーこの吸血のところあるよな。見ることになるのかなあ、そっちなまず。うん。うん。まあ、しかも、吸血鬼にとってのマグワイに当たることを知ってるわけで。え <laughs> 三人で三人で寝んのうん。え座れちゃうのえ、さすがにそれはないよね <laughs> で、ありなんだ。お囲まれて羨ましい。<laughs> いや、やってないよ。<laughs> 一番最初に来たあれなんだよね。警備の人とかに話しかけると開けてくれるよね。2回くらいあるわ。うん、雨。うわぁ、大雨。うん <laughs> やってる <laughs>。目の前で。もうこれ公開エッチみたいなもんだよね <laughs>。面白いな、今回 <laughs>。うん、背徳感 <laughs>。確かに <laughs>。いや、立ってエッチしたり、人前でエッチしたり、すごいな、う。ん 確かにそうなんだけど、うん、姿勢が正しいうん照れ、うん、<laughs> てる,る <laughs> わけで美味しいって言われても悪い気しないよね <laughs> いやなんで君乗ってんのよ、うん、俺もこんなんいきなりやられたら分かんないと思ううん うん。あ、そこ、うん。言うのかなあ、<laughs> 言うんだ。うん。これ聞いたらどうなるかな、アキラ。うん。<laughs> いやいやいや。もうなんか熟年夫婦みたいだけど、この二人。 <laughs> そう言ってくれるんだね。うん。いや、本当になれるかどうか疑ってんじゃないうん。うん。<laughs> きつ<っ>。<laughs> うん。うん。いやーそこがねーうん。あ、言わないのそこは。 あそれね。行ってほしい。行ってどうなるか聞きたい。うん。あ、来る。うん。<laughs> いや、<laughs> いいね。<laughs> いいよ。なんすな。くそかわいい。<laughs> いや、蒸発しちゃうよ、このまんまだと。<laughs> うーん。 うーん。そうな。めっちゃピュアだな <laughs>、うん。うん。寝る。いや、本当に三人で寝てる。あの話した後。うん、意外と流されやすいね、明を。まあ、こうくんだからかな。うん。 うん雨の音もして隣にコウんもいてうんうんうんああなるほどあこの手の距離感 うんああね今なんで腕見てんのかなーと思ったらえー、これうんそれなーうん、うん、なんかこうくんの周りお姉さんチックなキャラばっかりだな てか寝てんのかな夏菜は。うん、うん。あ。いやいいな。なんかこういう最初って。うん、何気に今ちょっと見えてたよね。うん、胸の間も。うん。あ、聞いてるっぽいな。 うんそうなんだねうんああそうなんだてかスタイルいいなあ昭もうん なんか両脇に女性がいるのに二人とも生を受けられるのはちょっと寂しいな。うん、どっちかにくっつきたくなる、こういう。うとか言いつつ寝ちゃうんじゃん。うん。本当に来てほしいんだなあ、寝るんああ、寝たんだねえ。大丈夫、時間。うん。 時間。ああ、ギリギリ間に合うのか。うーん。うん。うん。<laughs> かわいい。<laughs> かわいいな。<laughs> 寝ちゃった。<laughs> あうん。うん。いや朝のなずな。うんうん。 いや、朝方のシーン、貴重。うーんああ、終わっちゃった。いやー、ほんと何とも言えないあれだよね。空気感、雰囲気のある作品だよな。いや、この、なんだろう、雰囲気のまんま最後まで貫いてほしいね。いや、面白かった、すごく。今回は今回で。なんか、すごい、なんか、笑える回だったかなって感じかな。いそれでいて、この、 何いえ、コウ君と、この、アキラさんの関係性みたいなのがさ、なんかお互いをちょっとずつ理解して、なんか、深まっていく感じも良かったし。でもこんなにあれ、いろいろもう具体的にね、こ話すと思わなかったよ。吸血鬼になりたいとかさ、なる方法とかさ。で、それを聞いてもあれなんだね。だから特に恋愛的な感情があるわけではないのかなコウ君に対して。 うん、そして、ね、なずなちゃんめっちゃかわいいわ。あの、まあ、とんの上でゴロ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 してる姿がたまらなく愛おしかったよ。<laughs> いや、あと、細かい描写がエッチいよね。なんか、ついついそういう風に見ちゃう俺がいけないのかもしれないけど、そこを楽しむアニメなんじゃないかなって思っちゃってんだよね。<laughs> いやー。 ナズナだったら俺も吸血鬼になりたいわというわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております以上動画を一つお送りしました